はい、どうも皆さん、こんにちは。ゼコです。それでは今回なんですけども、三菱 UFJ 銀行でポンタポイントが貯まる、貯まり方やメインバンクプラスの申請方法を解説ということで、今回は三菱 UFJ 銀行とポンタに関する情報ですね。この動画では三菱 UFJ 銀行を使うことで、ポンタポイントが貯まるサービスについて解説をします。以前も動画にしたんですけども、今回はそのおさらいと申し込み方法もですね、解説していますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 ってことで、以前もですね、こちらの動画で解説をしてるんですけども、今回はこの動画のおさらいプラスアルファの内容も踏まえてですね、お伝えをします。それでは公式ページ見ていきましょう。2021年6月の1日よりスーパー普通良きメインバンクプラスを改定しますということで、三菱 UFJ 銀行が提供するこのメインバンクプラスっていうサービスについての改定ということなんですが、まあ、今回ですね、改定のポイントっていうことで、大きく2つに分かれております。 まず一つ目はここですね。お取引に応じてポンタポイントが毎月貯まりますということで、もうこれね、本当 で、このタイミングで動画にした理由っていうのは、ここにも出てる通りなんですけども、2021年6月の13日から三菱 UFJ ダイレクトでポイントサービス申し込み開始ということで、まあ、本日ね、動画をアップしてるのがおそらく6月の15日だと思うので、まあ、すでに始まってはいるんですけども、このタイミングで申し込み開始したので、今回のタイミングで動画をアップしました。で、ポンタポイントが貯まるパターンというのがいくつか分かれております。例えばですね、こちら、三菱 UFJ ダイレクトログイン、毎月5ポン ポンタポイントが貯まると、まあ、その名の通りですね。月内に一度でも三菱 UFJ ダイレクトにログインすれば対象となりますということですので、もうこれをメインバンクとされている方であれば絶対ログインはするので、正直、まあこれ連携した方が結構お得だと思います。で、次に口座振り替え。毎月10ポンタポイントが貯まるということで、月内に一度でも三菱 UFJ デビット、Visa、JCB、クレジットカード等、投稿が定める口座振り替えの引き落としがあれば対象となりますと。投稿が定める口座振り替えは ポンタポイント加算対象となる口座振り替えをご確認くださいということで、これはですね、ちょっと下の方に出てるんですけども、どういったものがポイント加算の対象になるかということなんですが、 それがこの部分ですね。ポンタポイント加算対象となる口座振り替えということで、これをクリックしたらいろいろ出てきます。エコ通帳、入出金、明細、もしくは通帳の適用に以下記載のある口座振り替えが対象となりますということで、まあ、座振り替えと口座振り替え1から8とか、あと電話、水道、ガス、電気、税金、あと個人年金とか保険料とか、こういったものが対象となるみたいですね。で、その口座振り替えをすることで、毎月10ポンタポイントがもらえると。 で、同じくこちらも条件としたら同じですね。三菱 UFJ デビットであったりとかクリストカード。まあ、この条件をクリアすると、毎月10ポンタポイントがもらえるということになります。 で、他にも右側の運用商品残高50万円以上をすることで、毎月50ポンタポイントがもらえたりとか、あと、投資積み立てとか外貨積み立て、これは1万円ごとに毎月30ポンタポイントがもらえるということになります。この投資積み立て、外貨積み立てについては、ここにも出てるんですけども、投資積み立てと外貨積み立てのご利用で、月内に自動振り替えが行われた金額の合計1万円ごとにポイント加算の対象となりますということですね。なので、まあ単純計算で、まあ1万円 3万円ごとに30ポイントということですので、0.3%還元と。で、それを3万円ごと、5万円ごと、10万円ごとであれば、こんな感じの計算になるかなと思います。3万円ごとで90ポイント、5万円ごとに150ポイント、10万円ごとに300ポイントっていう、まぁ、あ、ちょっと僕の認識は間違ってたあれなんですけども、ざっくりとした計算であれば、こんな感じかなと思います。僕自身、ほとんど三菱 UFJ 使うことっていうのはないんですけども、投資に積み立てどんな商品、どういった銘柄があるのかということで、ちょっと見てみたんですけども、まぁ、あ、積み立て申し込み数トップ3ということで、 いわゆるそのランキング的なところに e m a x s s l i m 米国株式 S&P500 っていうのが出てるのでまあこれね正直なんかこう積み立 NISA とか積み立ての投資信託とかでまあされてる方であればまあ聞いたことがある銘柄の一つかなと思うんですけどもまあこういったところにも積み立てが可能とまあ他にもねいろんなものが出たりとかするのでまあ利用検討されてる方はね一目見てみてもいいかなと思いますでこの内容を踏まえた上でまあ例えばなんですけどもどんな感じにポイントが貯まるのかっていう簡単なシミュレーションなんですが ま、先ほどお伝えした一部のポンタポイントが貯まる仕組みについてなんですが、一部ピックアップをしまして、毎月ログイン、口座振り替え、三菱 UFJ デビット、クレジットカード、そして投信外貨積み立て1万円ごとということで、 まあ大体毎月5ポイント、10ポイント、まあこういった感じにポイントが貯まると。で、それを、まあ1年間行うことで、毎月ログインをしたら、ただログインだけで60ポイントもらえたりとか、口座振り替え設定するだけ120ポイント。一日 UFJ デビットを設定した場合は120ポイント。クレジットカードで設定した場合でも120ポイント。で、当に外貨積立を毎月1万円行ったとしたら、360ポイント以上もらうことができると。まあ1万円ということであれば360ポイントだと思うんですけども、まあ金額によって、まあそれ以上を狙うことができるかなと。で 一応ですね、先ほどの表を見たら、この口座振り替えと、三菱 UFJ デビットと、クレジットカード、これがちょっと一つになってるのか、もしくは小分けにして一つ一つ分けられているのかっていうのが、どっちだったかちょっとよく分かんなかったんですが、とりあえずこんな感じに三つに分けてみました。で、これをですね、全部合計して、ま、あ約1年間で780ポイント以上、まあ、ポンタポイントをもらうことができます。なので、先ほどもお伝えしたように、まあ、三菱 UFJ 銀行、そしてポンタポイントを貯められている方であれば、まあ、こんな感じにポイントがゲットすることができますよっていう、 まあざっくりとしたイメージとなります。 そして、メインバンクプラスの改定のもう一つが、こちら、手数料の優遇条件が変わりますということで、優遇条件を、給与、年金の受け取り、またはエコ通帳のご利用の二つに絞りシンプルにしましたということになっております。その分かりやすい表がですね、今出てるこんな感じとなっておりまして、優遇内容として、例えば、給与、もしくは、年金のお受け取り10万円以上、一回に10万円以上、もしくは、エコ通帳を利用した場合ですね、インターネット通帳、これちょくちょくね、動画にしてたと思うんですけども、それを利用してた場合は、 三菱 UFJ 銀行の ATM であれば何回でも0円であとはこれがいいですね提携先のコンビニの ATM が2回まで0円だったりとか1回まで0円 そして、三菱 UFJ ダイレクト多項宛ての振り込みが3回まで0円であったりとか、1回まで0円っていう感じなんで、まあそんなにね、多項に振り込むことっていうのは少ないとは思うんですけども、これが1回まで0円であったりとか、提携先のコンビニ ATM1 回まで0円、これも結構いいかなと思います。で、細かい条件とか内容に関したら、ここら辺にもしっかりと記載がありますので、もしね、給与の受け取りとか、年金の受け取りとか、あとエコ通知を利用されている方はですね、それぞれチェックした方がいいかなと思います。そしてですね、その優遇判定、優遇期間、ポンタポイント、 ポの加算タイミングということで、まあ、どんな感じのスケジュールで入っていくかというと、この赤い改定後のところで,ですね。まあ、ポンタポイントの場合に関したら、6月13日からポイントサービスの申し込みが開始すると、そして6月末に判定されて、 ポポンポインタイトが加加算算さされれれるるののののは7月月月末末末そしてて判定であばにっいうようよなな感じのスケジュールとなります、まあ、簡単に言うと1ヶ月ぐらいのタイミングで入ってくるっていう感じですね。で、ここにも注意書きとして記載があるんですけども、ポンタポイントを受け取るには、いつまでにポイントサービス申し込みをすればいいですかということで、ポイントサービスの申し込みは2021年6月13日以降、三菱 UFJ ダイレクトにて、いつでもお手続きいただけますと。原則、毎月末、 平日窓口営業日基準で1ヶ月分のお取引内容を判定して翌月末頃にポイントが加算されると。まあ先ほど見たスケジュールですね。そして初回のポイントは2021年6月の1日からのお取引内容を2021年6月30日に判定し、 2021年7月末頃に加算いたしますので、2021年6月30日までにお手続きいただく必要がありますと、そうですねもうすでに6月は始まってるんですが、6月の1日からのお取引内容というところがポイントになるので、もうとりあえず、ね、利用されている方はなる早で連携する必要があるということになります。 で、僕も今回実際にですね、三菱 UFJ 銀行とポンタポイントを連携してみましたので、こちら参考にしていただければと思うんですが、こちら僕 iPhone を使って三菱 UFJ 銀行のアプリから今ログインしている状態となります。 ウェブ上でははなくてて僕はアプリから今入っておりますちょっとね、全然使ってないので残高はないんですけども、真ん中の下にですね、すべてのメニューを見るというところをですね、まずタップしていただくといろんなメニューがずらーっと出てきます。で、今回のポイントとなるのはここですね、メインバンクプラスっていうところがあるので、ここをタップします。そしたらですね、ここからブラウザに切り替わります。ブラウザに移動してお取引を続けます。ブラウザ移動後にアプリをご利用の場合は、再度アプリでのログインが必要となります。よろしいですかということで、問題なければここで OK をタップしてくださいで、OK をタップしたらですね、メインバンクプラスの紹介ということで、まあ僕は今回ですね、持ってる講座一つですので、ここをですね、確認できましたら、紹介というところですね、タップしていただいて、画面が切り替わります。紹介結果ということで、今の優遇対象講座というものが出てきましたりとか、あと優遇内容と、そして今回の設定方法としたら、ここですね、ポイントサービス登録状況ということで、登録状況がまだ設定してないという状態になってますんで、ポイントサービス申し込みはこちらというところ タップしてくださいそしたら画面が切り替わりましてメインバンクプラスポイントサービスの申し込み。 スーパー普通預金メインバンクプラスをご利用のお客様はポイントサービスをお申し込みいただくことでお取引状況に応じてポンタポイントが毎月加算されますと出て間違いなければ次へをタップしていただいて次に申し込みの流れで色々出てきますのでここを読んでいただいて少し下に下がっていただいてここも間違いなければ読んでいただいてで次に同意するところがあるんですけどもここグレーアウトしてるんですがここにですねポイントサービスの規定というところがあるのでここをタップして読んでいただいて間違いなければご覧のように タップできるような状態となります。で、同意するっていうところをタップしていただいて、次絵を。 タップします。そしたらですね、ポンタ ID と連携するための画面に切り替わるので、間違いなければここで OK をタップします。そしたらですね、新規でポンタポイントを申し込むか、もしくはポンタ会員の方であれば、ここから連携することができますので、ポンタご登録情報でお申し込みっていうところをタップします。そしたらここでですね、ご自身が持ってるポンタカードの ID ですね、ID それぞれ入力して生年月日、登録されている電話番号、これを入力して、申し込みっていうところをタップします。そしたらこれでですね、お申し込みありがとうございました。 月末平日窓口営業日までにお申し込み完了した場合、初回ポイント加算は翌月末頃となります。加算ポイントは三菱 UFJ ダイレクトのトップページまたはポンタウェブのポポイント通帳にてご確認いただけますということですので、これでね、いわゆる連携が完了したということになるんで。 やり方としたらめちゃくちゃ簡単ですね。いいですね。僕は普通にもうあまり使うことはないので、とりあえずログインして、ポンタポイント、5ポイントはね、毎月ゲットしていきたいなと思っております。ってことで今日お伝えした、スーパー普通預金、メインバンクプラスについてのまとめなんですけども、ざっくりとした内容なんですが、ログインをしたりとか、口座振り替えを利用することで、ポンタポイントが貯まるっていうのが一つ目。そして、手数料の優遇条件が変更される、まあ、いわゆる改定されるっていうことで、給与、年金の受け取りとか、エコ通帳を利用することによって、優遇を受けることができるっていうことになるんで、まあ普段からね、 三菱 UFJ 銀行を利用されている方であれば、まあまあ結構利用しやすくなっているのかなというふうに思います。まあ今回ね、この内容を踏まえて僕なりの結論なんですけども、じゃんということでメインバンクがもう三菱 UFJ の方はとりあえずまあポンタポイントと連携しましょうということですね。まあ、見た感じはね、そんなにポイントがドカーンって溜まるっていうわけではなさそうなんですけども、とりあえずしておいても損はないかなと思います。これがね、もう三菱 UFJ 銀行を普段からメインバンクとして使って、かつポンタポイントもガチで集めてるっていう方であればね、相性はいいのかなというふうに思いますんで、 そちらも検討した上で連携してみてもいいと思います。まあそんなこんなで今回は三菱 UFJ 銀行を連携してポンタポイントが貯まるということについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあメインバンクに関したらね、本当に人によって絶対違うので、一概にこれがいいっていうのは若干言い切れないところではあるんですけども、まあ、よくあるね、楽天ポイント貯めたい方であれば楽天銀行はすごい相性いいですし、V ポイント貯めたい方であれば三井住友銀行でもいいと思いますしっていう感じで結構バラバラなんですよね。なのでどういう用途でこれを使って それ,とかまあ、それを考えた上で利用されてると思いますんでぜひ、まあ、ですね今回の内容と相性が良ければこういった感じで使ってみてもいいのかなというふうに思っておりますで今回参考にさせていただいた三菱 UFJ 銀行そしてポンタに関する情報についてのリンク概要欄に貼っておきますんでこちらも詳細気になる方いらっしゃいましたら見ていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました